ライドオン。どうも、お久しぶりーふ。今年の目標、ナンバーワンより、オンリーユー、青紅ちかです。Thank you so much。青紅よ、この前、デーモコスのタイタンを2ターン目に出して、3ターン目に2段攻撃とトランプルつけてワンショット決めれないかなって思ったんだ。Twitter にもつぶやいて、自分でも考えたら、できたんだ。ゲッツ。ナイスゲッツ。Thank you so much。早速試合の方へどうぞ。このデッキでやること、それは1ターン目にガチョウ、2ターン目に了解炉の解放を唱えて4マナにジャンプアップから1110のデーモゴスのタイタンを唱える。3ターン目にフンの解放かクリティカルヒットで22点分のパンチ力をデーモンに与え、相手の場にクリーチャーがいたら突っ走りか突破か突き破りでトランプルを付与する。あるいはショックで除去して20点以上を与えて勝つ。という1点分けを狙います。はい。では今ね、タイタンが出て、お相手の場にもクリーチャーが出ました。で、クリティカルヒットで2段攻撃を付与して、突っ走りでトランプルを与えると、なんと、試合に勝つことができるんですね。で、ガチョウを生贄に捧げて、はい。お相手がブロックしてくるけれど、10点分がトランプルでダメージ与えて、さらに11点で勝ちました。マジックは一見無茶っぽいこともできる最高のゲームですね。デッキリストはこんな感じ。タップインしている余裕はないので、土地は両面土地以外は基本土地です。あとはガチョウ、了解炉の解放、デーモゴスのタイタン。フンの解放、クリティカルヒット、突き破り、突っ走り、突破、ショックを入れてます。ヒストリックだと、ラノワールのエルフなどがあるので、もうちょっと安定して3ターン目にデーモンワンショットを決めることができると思いますが、今回はスタンダードにこだわりました。今回紹介したデッキは当然ネタデッキで、実はこの数十秒の動画を撮るために4時間ほどポット戦に潜ったんですけど、こういう11、10のクリーチャーが2ターン目に出てくるデッキ組めないかなと、一見無茶そうなものも改めてカードを眺めてみると新しい発見があって、さらにマジックが面白いと思えるので、皆さんも妄想しているデッキを形にするのを挑戦してみてください。楽しんでいただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは青紅ちかでした。またねー。